ました。今日は。まあ、女性なのに随分低いお声ですね。大丈夫ですか？風邪ひいてないですか？最近はスピーチをするためにいろいろ練習して声も低くなりました。そうですね、大変でしたね。どちらからお越しになられました？ヨーロッパから来ました。ヨーロッパにもこう、アジア？ハーフです。なるほど。昨日あの、ハーフの悩みというスピーチがありましたけど、あなたの悩みは何ですか？今日です。え？恥ずかしい。大丈夫です。こちらにまたあのスカート履いてる方がいますので大丈夫ですよ。どちらからお越しになられました？スコットランドから来ました。スコットランド、スコットランド、ご存知の方いますか？方いますか？なんかどなたか。ありがとうございます。スコットランドって男性は普通にスカートを履いてるんですか？はい、なるほど。日本では最近あのスカートが短すぎて風邪をひく学生たちがいると。なるほど。でもセクシーな足を見せたいというお気持ちは。じゃあそうだったら見せてください。ありがとうございます。少々お待ちください。まあ、お恥ずかしがらずに出てきてください。3人ともどうぞどうぞ。もう恥ずかしがることは何もないでしょう。じゃあ、皆さんにお聞きしたいことがあります。このスピーチ大会にの準備として、N 先生、金城 N 先生、ご存知でしょうか？皆さんどんな指導でした？ありがとうございました。どうもありがとうございました。美人の先生ですが、ありがとうございました。そうです。金城 N 先生、聞いていただいてますか？聞いていただいてますかですね、はい。すいません、ちょっとネタがなくなってきて迷ってます。なんと飛び入りゲストが参加していただくそうです。少々お待ちください。残念なことに中級1組テクニカルデフィコルティってどうやって言うんですか？技術問題のため後回しにさせていただきます。少々お待ちください。